こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は90センチリバーシブル水槽続きということで、前回、ラプラタサンド化粧砂と、あとは水草の植栽スペースにソイルを敷きました。意外とここはちょっと時間かかっちゃったんですけど、今日はその続き、水が入ってないうちにやっておかなければいけないこと、それはモスの巻き巻きです。モスの巻き巻きです。巻き巻き動画かなり地味になりますけれども、どうぞお付き合いください。ではではでは、でまずはこういう取り出せる流木、だいたい枝流木とかは置いてるだけなので、ここら辺は一旦撤去をして、ここら辺に巻き巻きするのと、だいたい大きな骨組みはもうカチンコチンにここら辺はもう組んじゃってるので、こういう組んだ状態でもいけそうなところを巻き巻きしていこうと思います。あとは小石に巻き巻きして足元ですね。地味だな、地味だな。で今回使用するモスはこれ、スパイキーモス、トロピカ社から出てる、組織培養なんですけど、近くのホームセンターにトロピカ社の組織培養がいくつか種類売っていて、まあ、手軽なので買ってきちゃいました。これは以前テラベースの苔の張り替えで使ったんですけど、かなりねボリューミーでお得だったので、今回これをリピートしました。そのテラベースで使った時の余りもまだあります。こんな感じ。あとは巻き巻きするための紐、モスコットンを使ってたんですけど、モスコットンよりちょっとテララインの方がしっかりしていて、私の場合モスが活着する前にモスコットンが溶けてしまうことが多かったので、今回テララインを使います。まずは水槽に設置している大きな流木から巻いていきたいんですが、その前に準備段階としてこれを細かくチョキチョキしていきます。なるべく細かい方が、そこから新しい新芽が出てくれるので、とにかくひたすらチョキチョキします。接着剤でモスをくっつける方法もあるんですけど、私前回の水槽のレイアウトの時に接着剤のところあんまり綺麗にいかなかったので、多分ね接着剤をボテッとやっちゃうからだと思うんですけど、ちょっと綺麗に育たなかったので、今回も糸でひたすら巻き巻き、地道に巻き巻きしていきます。ちょっと薄付きの方がいいので、後々綺麗にモサモサにモスモスになると思うので薄付きでいきます。あと良かったのは、私の公式アドバイザータッキーにねちょっとおすすめしてもらった方法で、 ADA のわび草マット、前回結構わび草マット使ったんですけど、わび草マットの下にちょっと固めの黒いスポンジがあって、それをね再利用して、それにモスをくっつけて、でこうレイアウトに置くっていう、それがいいよって教えてもらってそれやったんです。あれもすごく良かったですね。今ちょっと固めのスポンジがないので、ウールモットはあるんだけどな、白なんだよな。巻き巻きするときは巻き始めの糸を必ず小指に引っ掛けて、テラベースで使ったスパイキーモスの残り分が、
全部巻き終わったので新しいスパイキーモス開けてみます。これですね、ほんともさもさ、結構背丈もあります。ちょっと下の寒天洗ってきます。はい、下の寒天洗ってきました。これをまたザクザク細かく切って、水槽から取り出した流木やあとは細かな石があるのでそれに巻き巻きしていきたいと思います。これだけ背丈が長いとかなり刻めます、量取れますね。はい、巻き巻きした流木戻してきます。そういえばフォロワーさんに教えてもらったんですけど、ちょっと今日初めてやってみますけど、これテラテープ、愛用のテラテープ、これがですねかなりこう伸びると、伸ばすと薄くこういう感じで伸びるんですけど、これを石にくっつけて引っ掛ける感じでくっつけて、ここからモスつけるといいよって教えてもらってたんですよ。ふとね今思い出してちょっとやってみよう。薄く伸ばしてみて、ゴツゴツした石とかだとよりこれはこうくっつきやすいとか絡みやすいでしょうね。ちょっと石が悪かったかな。ちょっと巻き終わりは挟んじゃって、こんな感じかな。その上にモスをくっつけていく。で巻きます。確かにこっちの方が普通に岩にくっつけるように早くしっかりと活着、石にモスがくっついてくれるかもしれないですね。今回はちょっとこの方式を取ってみたいと思います。はい、モスの巻き巻きが終わりました。所要時間で言うとそうだな、4時間ぐらいですかね。使ったモスは最初の方にお見せした1カップ半ぐらいですかね。こんな感じに仕上がっております。こっち側が、A 面と呼んでいる方ですね。こっち側が B 面。でここから水草植栽になるんですけど、45センチの水草ストック水槽から移植する形です。まあ断然足りないとは思うんですけどね。でおいおい、まあこんなレイアウトにはこういう感じの水草いいなとかっていうのがあれば追加していく感じでいきたいと思います。注水は明日以降にしようと思っているので、ちょっとモスが乾かないように、霧吹きをして
ラップかけておこうと思います。こんなんで大丈夫かな。とても地味な動画でしたが、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してアクアリウムを楽しもうということで、引き続き90センチリバーシブル水槽でお会いしましょう。バイ。これ最高にかっこいいですね。解体します。あ、意外と濁らない。よしよし、この調子だ。さようなら。45センチ水草ストック水槽。